エナメルメ細胞はエナメルタンパクのエナメリンやアメロゲニンを産生する細胞。作りエナメル細胞とも言う。これらのエナメルタンパクは分解後に切開化して人体で最も硬いエナメル質となる。エナメルメ細胞は外配用期限の高校上皮組織に由来しており、これがハニューからの刺激によりエナメルメ細胞となる。4つのエナメルメ細胞が集まって1本の エナメルコジを形成する。2016年11月には、東北大学大学院私学研究科が、エナメルメ細胞を利用した葉のエナメル質の人工的形成に成功している。エナメルメ細胞は、増殖期、分化期、基質形成期、移行期、成熟期、退縮期、保護期の段階を経る。成熟期は8割から9割が、波状炎を持つようになるが、周期的に、 波状炎を持たない形態の細胞群が登場し、最終的に波状炎を持つ形状に戻る性質を持つ。最終的なエナメル質の厚さを決める形成期には、トームストッキーを持ち、アメロゲニンをはじめとしたエナメルタンパク質の分泌を行っている。成熟期には、エナメルタンパク質の脱却とカルシウムリンなどのミネラルの輸送を行っている。ありがとうございます。